ここが FA やね。そうだね、ここがあの、FA、このお店のオリジナル FA やな。 FA、フューチャーアーカイブのオリジナルをメインで置いてる。ほんまに FA って合ってる？フューチャーアーカイブだね。あだからその FA。 あ、そうそう、FA。 めっちゃ FA をめっちゃ FA だな。いいの撮るね。紹介してください。これはちょっとオリジナルって言ったんだけど、さっきのあのタッペイさんコラボと同様にうちのオリジナルでやってるベーシックティーっていうのがあって、あれと一緒、あれはベーシックティーなんだけどフェード加工を施してる。じゃあもう少しこう対策してカットしてる、うん、これはそのノー加工のベーシックティーに自分の友達 あのハーマン・フォール・セールスっていうアメリカでなんか雑貨とかキャップを買ってきてオンラインメインで販売してるショップがあるんだけど、はいはい、そことのコラボ。あ、これハーマーズね。そう、ハーマーズボールセールス。これも俺の友達が言ってるから。そうなんですか。これはフューチャーアーカイブのアイテム、フューチャーアーカイブのボディーにっていう。そうそうそう。ハーマーズのデザインのプリントを持ってました。めちゃくちゃ着やすそうなボディーあって。これ確かに違うね。そうそうそう。もう少し張りがあるから。これが、あれ。これは、さっき言ったそのフェイドティー、先ほど撮影さんのコラボの時に言ったやつに、あのオリジナルのロゴちょっと違うんだよね。洗ったりしたら鳴るってことなんだ。こっちに、あ、こっちからってことですか。そう、え、これはもう鳴るってこと。これにこれもまあある程度洗ってったら鳴るじゃないですか。まあ結構洗わないとなる。これは加工だもんね。そう、加工、フェードの加工をかけて、なかなか時間かかると思うんです。今シーズンの、まあ、オリジナルロゴ。なるほどね。これがその無地だ。ハーマーズ落としてから電子これ触ってみる。すごい肌で感じた方がいいよね。うん、すごい。やっぱ1枚で様になる T シャツっていう感じがしかないから。着て僕があのしっかり答える。え、着て答える。あ、これもオリジナル。そう、オリジナル あのストレートパックジャストサイズで、レングスも結構ジャスト丈のストレートのすごいシュレット綺麗なパンツに正面にこうしてるパンツ。これめちゃめちゃかっこいい。かっこいいね。こんだけ加工やってもある程度値段が抑えられるっていうのがやっぱオリジナルならではでした。おいくらですか。彼結構値段ピッキーやから。今まで、はい、当ててきたりしないんです。はい、割りかしこう自負してるんで。じゃあおいくらですか。3万円。結構いい線。いい線ですね。おお、すごいよね、マジで。マジでなんかなんとなく値段は、ね、ピンってくるんですよ。値段は。これ自分してるの？これはね、これのブラック、ちょっと完売しちゃったんだけど。結構スポーティーな感じです。結構割と今っぽいスラのサングラス。ちょうどいい。そう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 、オリジナル、オリジナルで作ってるサングラスで。ちょっとかけてみてもらおうぜ。この髪型にしてからもさ、やっぱ難しいじゃない、メガネの先さ。笑ってるよ。そこまで笑ってますよ。まあまあまあ。いいよね。笑ってる。やっぱ色の問題じゃなくて形かな。こっちの方がねまだかけやすいと思う。やっぱフレームがさ小さい分なんか万人でかけれるというか、まだそっちの方がいいと思う。ちょっと髪が邪魔してるかもしれない。笑ってる。値段聞いてほしいわ、これは。この髪。え、ちょっと僕当てていい？ああ、このクオリティでめっちゃ安いですよ。え、ちょっとヒント。安い。あ、安いね。僕は5,500円。僕は4,200円。なんだお前さ、ガチで当てにいってる。何やねん。正解は税込みで4,950円。おお、間だ。かな。5,500円。そうだね。ちょっとこれはなんか路線的にギャルいようなイメージ。そうですね。ギャル男とか。ちょっとレディースでもハマりそうな、うん、本当の。え、これは何？ F？ B？ B？ これはちょっとどっちかというともう少しやんちゃな5人系のベルトで、やっぱラインストーンとかね、ちょっとこうバッチリ大きいものがやっぱ今気分だから。こういうのってさ、この感じで置いてあったらさ、えって思わないよね。結構なんか高そうですけど、こういうベルト。いや、でもオリジナルだから
ある程度お買い求めしやすい。18,000円。あー、なんか見えてきた。18,000っぽく。15,000。俺も正確な値段を覚えてない。13,000円ぐらいかな。お、安い。見たら来たね。税込み13,000円で、これ聞こえてないんじゃない一応聞こえてないんや。あんま聞こえてないこれがめちゃくちゃかっこいい。オリジナルパターンで作ってる内容のセットアップ。色はこれだけなんですか？色はね、もう一色あったんだけど、ちょっと完売しちゃって、結構人気な色だったんだけど。めちゃめちゃ似合います、うちの。完売しちゃって、かっこいい。こっちもめちゃめちゃいい、うん、そう、めっちゃいい。このドローコードも、あえて外につけてて、こう縛った時にこうコードが出る、見えるようにしてる。2段でこうコード出してもいいし、で一応これ、そう、切り離しできるから、七分だけにもできるし。いいね、めちゃくちゃ。速攻入れちゃったんだ。そう、これがやっぱ結構人気で。これで最近の上限。上限なの。173.4。ここ大事ですからね。175ぐらいの方は M ぐらいやるんですよね。ちょっとジャストぐらいするのがかっこいいね、やっぱね。うん、セットアップでおいくらぐらい？税込みで25,300円で、パンツが、税込み22,000円、セットで46,000円ぐらい。これもめちゃくちゃかっこいいです。このデニムいいよ。サングラかな。ズドンとしたシルエットで、多分ウエスト上げればさ、古着でもあるけど、やっぱ普通の単純なウエストでここまでの太さってやっぱなかなかないから、丈感がやっぱあんまりずりすぎないような丈感にあえてするから、古いやつね、そこがね、難しいから。そうそうそう、ウエスト上げてでかいの、ね、まあ、レインスダルダルとかじゃなく、ちゃんとウエストもしっかりとした太さで、この太さとじゃあある程度たまるし、これも結構人気で、もう一色があったんだけど、それがもう完売しちゃって、今そっちの明るい方の、ね、いちごのみになったんだけど、もう一色は再販します。10月に10月に再販で、色が濃いやつでしょ。あーおで、履くとこなんです。ずる感情ないです。でもずりすぎて、これはケツで履いてるからですね。そうですね、普通のウエストで履いたらまたちょっとたまる。確かに確かに、なるほど。これが1日でなくなっちゃって10月に販売する。10月に再販。あのインスタとか、あ、そうそうそう、ツイッターアカウントの方で告知しますみたいな、はい、下貼っておくんで、チェックしてみてください。これさっきの八平さんのプリントを落としてるんで紹介したフェイドティー、今ちょっともう結構人気で、あのブランクの方も今ネイビーにした。これしかないんだな。はい、これはね、値段がすごく安いっすね。安いですよ、こんな。オリジナルやからね。うん、確かに。でこれがセットアップね。そう。カモ柄のセットアップ。で、下がカーブになってる。そう。ベージュベースのカモ柄っていうのがやっぱあんまりなくていいなっていうのがあって、あえてこういうベージュが強い。かっこいいね。うん、かっこいい。カモ柄のセットアップ。なるほど。持ち込めるようなドローコードもついてて、ジャケットの方も。ここの裾口部分は絞れ、なかなかこの鴨柄探すってなると大変だね。え、これは下は？これ下ね、ない、上だけ。上だけ。これは、これもオリジナルの、これもオリジナルのフードフェイド加工と、ちょっとダメージも入った。そうですよね、うん、あとこことかも、そうそう、スピード周りとかもしっかりダメージ入って、先が短くて、幅が少し短いみたいな。でもシルエットに結構全体的に、確かにそうだね。この辺はこのこれね、このセットとフーディーは割とこうシルエット重視で、でもまあ一見普通だけど着ると全然普通のフーディーから、こう前がここちょっと上がるぐらい。ああ、なるほど。でまあベージュネイビーブラックってそうあるって感じか。最後はダメージネルフードシャツ、なんかアーカイブ感がすごい、うん、シャツにフードついてるのがなんか、あ、確かに言われてみた、うん、なんか意外とね、見るようで見ないからね、うん、そうだね、シャツとしてない、大体なんか切り替え所かになってるから、そう、確かに同じチェックでっていうのが、確かに確かに、グレーのフードがね、はい、ダメージにもしっかりこだわって、うん、作ってきて、
レイヤードとかにも使えるし、雑に来てもいいし、雑に来てもいいし、綺麗に来てもいいと。これは、ね、ブラックブラック、まあ、こんな感じで一旦ね、フューチャー君を全部紹介できて、で一応特別に未発売のアイテムたちがまだ残ってますと、うん、でがっつりもう冬の時期のアイテムなんです。ちょっともう見せてくれるということで、これって保管で見せてたりするの？オープニングのタイミングはレセプションところで、ね、レセプションに来てくれた人たちと、そのオープンしてから1週間くらいはお店出ししてるわけで、そこから引いちゃって、じゃあもうスペシャルだ。スペシャルやね。でもここにありますと、こっちが次9月の頭ぐらいに入ってくる、あのオリジナルのセカンドになってて、ね、うん、レディースっぽい感じ。そうそうそう、これはちょっとね、割とレディースで、最初一発目がこのこれめちゃくちゃ可愛くね。フューチャーアーカイブってこのテントができる前にビームス原宿の1階を2ヶ月ごとにダックして、フューチャーアーカイブの商品オリジナルにしてイベントっていう体でやってて、今回それが結構まあ実って、その時にすごい人気だったこの毛足が長いの、いつもこれカーディガンで出してて結構好評だったんだけど、今回カーディガンタイプはやめてベスト型になった。マジ可愛いわ。ベンズもいいし、レディースの子そうだ、ね、が着ても、うん、はい、ちょっともう一個確かこの話、ちょっとごめん、サンプルが全部あるとは思うんだけど、多分さ、まあ、減ることはない。うん、減ることはない。これはやる。めちゃいい。この毛足が良くて、モヘア混合がいいっていうよりはモヘアっぽい質感っていうか、うん、だからストレスはないウェアとか、ね、そう、逆に着やすくてこの毛足のアイテムを取り入れる。で次がこのボタン、なんか襟付きのシャツ疲れてますよ先生頼みますよ。これも同じような質感ないよ。まあ素材は違うんだけど似たようなこうちょっと毛足感があって、かわいいね。これちょっとボタンとかもでもメンズでも着れるようなアイテムで、ね、まあなんか今まで紹介したアイテムよりは万人よりというか、うん、白のパンツとか別にデニムに合わせてもだし、うん、結構プレーンな形で収めてもハマりそうなアイテムでね。黒かっこよくない？黒かっこいい。僕はちょっとこっからが気になる、うん、こっからもね名作になること間違いない。いや、本当にあれめちゃくちゃ気になります。次、これ普通のスウェット、ジップアップのスウェットのパーカーなんだけど、フードを被るとここをフラップで外せるようになってるけど、マスクになる。ここがマスク。1ポイント。1ポイント。格闘してるよ。で、ジップアップのパーカーなんだけど、裾口にちゃんとドローコードがついてて、最大のポイントが、最大のポイントがまだあるから。長くまで行く。結構自分のね、感じが僕好きなんですよ、この感じが。まだあるの、うん、まだあるのよ。後ろも絞れるから。おお、そう、こういう風にこうちょっとこう絞って、キュッとこうマスクと一緒にして、もう本当にちゃんとバラクラバみたいな、この顔にフィットできる。そう、フィットする、うん、これもう一個ブラックもあって同じ仕様で拾って、確かにこれもかっこいいな。そうで、別になんかマスクにしたくないよっていう人は別にこのまま普通に外しといてもらえれば、こういう風に普通のフーディーとしても使えるっていう。すごいいいね。それは結構スタッフも欲しいっていう、素で欲しいっていう声が一番多いかもしれない。ジップパーカーっていいよね。ジップパーカーが俺も結構今いいなと思って、プレジもそうだし、個人的に一番、てか個人的にっていうか、まあみんな的に、僕パッと見た時に、まあね、未発売って知らなかった状態でこのお店入った時に、これがもう一番最近だったの。これオリジナルで作ってるダウン、綿を結構多めにこうパンパンに見えるように、うん、あの綿の量を増やしてるのと、段数もちょっと使うよりはちょっと幅広めにして、でも段を3段とかじゃなくてある程度これぐらいの感じにしてて、さっきと同じ仕様になっちゃうんだけど、裾口がドローコードがついてて、パンパンのダウンで裾口ギュッと絞ってシルエットがやっぱめちゃめちゃこう、ね、角度丸く、ね、丸くなる。フードもちゃんとここで絞って、あ、フードめちゃくちゃかっこいい。いいっすね、シルエットちゃんと被るように設計されてるから、まあまあ普通のフードも多分被るように設計されてると思うんだけど特に被るよりより被るよ、もう被ってくれよって言わんばかりのやつ。そうそうそう、被った時に一回かっこいいでしょっていうので、やっぱこういう作りになってて、確かにすごく立体感もあるし、うん、ほんと竹こうギュッと詰めてパンパンにしてフードをかぶるってかっ
っこいいな。それどの相手にムにもあれですよね、ドローコードめっちゃついてます。そうだね、ありがたいです。テーマ的にもなんかやっぱりこうドローコード使いとかテック系の勢いっていうのはやっぱ強いから、うん、そういうところにアイデアストステップで感じはある。あれってだからこう今このテイストだけど今後どうだっていくかちょっとディレクターって今不在だから聞けないけど、ここのテイストもどんどん変わって、アップデートしてくる。でここで何か流行が生まれるのがこのお店のコンセプトでは一つでもある。中綿じゃなくてちゃんとダウンだな、それもすごいいいポイントかな。これは俺価格言えるわ。これ当てたらさ買ってくんない？買ってくんの？僕にプレゼントしよう。いいけど当たらないよ。まあ板で当てたらじゃ買ってあげるわ。ゲーム機でいいよ。言ったね。もうこれマジでほんまやらせなしていく。ああやらせなし。中にインナーのポケットもある。うわやば、ありがたい。分かんない分かんない、多分分かんない。大口最高じゃない？最高。結構大口の。しかも超可愛いね。この段数はないですもんね。何ですか？7段数。いやそれない。ダウンですから。綿じゃなくて。綿とダウンってさ、運でのそのやっぱね、高音性の差がすごいやっぱあるし、リミックとかも含めまして、2個出すよ。あれ4万5000と5万5000。36,000です。よっす、やばくない？36,000結構完璧なダウンですよね。めっちゃいいな。今日のやつ、今日の配色いい、バッチリ、バッチリ。で、ここが、まあ今これは絞ってない状態ね。まあ全然ありだ、まあ、結構ニューヨークとかフランクに行ける人はこの辺かな。こんなのサイズ完璧そうだよね。で、がっつり絞った場合、ここのこう、すごい、あのね、軽いし、バッチチこれ着るとバッチマジでチを買ってくれるやん。あ、当たってない、これ聞こえてる？そこ聞こえてる。そんな目線って言ってたよね。僕がこれかなりと思ったのは本当にロゴが入ってないと。確かに、うん、ロゴが一切まずないっていうのがやばい。ダウンでそれはね、ないよ。なんか、スーパーカーのビジュアルで結構ガッツリ使ったら、こっちのブルー。うちのワンちゃん。始めましたけど。超かっこよくない？これはいつから販売なんですか？これはもう少し遅くて、11月の下旬。まあまあでも、この辺着るんだったら、ね、リアルのシーズン。結構オンシーズンでちゃんと出せるとは思います。これすぐ、ね、売れそうですね。一番お客さんの反応は大きかったかな。そのダウンいつ売るんですかみたいな。実は僕も、そのオープニングのタイミングで今年もらって、でそれはまだ出ないって話をなんかうっすら聞いたぐらいで、まあ、深くはこんだけ深く掘ってなかったんだけど、マジで安い。このクオリティでその値段が安いっていう、すごいいいものを最後の最後に見れました。この感じ紹介してくれた時は一番響いたのだってあの安心感エグかったっすよ。守ってやるみたいな。今守れると思う。でも今そこのラック守ってるそうなる。そうですね。勝ってるの下がったんですか？そうです。やつかな。まだ出てないんですけど、11月の末とか、本当にこのアイテムが必要だと思って出るみたいなので、まあ、そこもあのインスタで多分全部情報がね、流れてくると思うので、チェックしてほしいなっていう。まあ、一応今全部ね、紹介終わったやんか。はい。でめちゃめちゃ聞きたいというか、もうずっと初手から我慢したことがあるやって、もうどうしても早く言いたい。あ、ちょっと最後にいいですか？これね、みんな思ってると思うんですけど、何やと、こいつは。こいつ何やじゃなってるよ。似合ってきたし、同じサバになってきた、ね。これ、何やと。これちょっと説明してもらっていい？昨日からあの発売してるダイソンのヘッドホンなんだけど、え、これ掃除機なの？掃除機じゃない。掃除機。まあ今この口のマスクについてる、自分が吸う空気をきれいにしてくれて、今俺が吸ってる空気はきれい。ダイソンのあのフィルター、掃除機のフィルターみたいな、それがここに入ってるんだけど。おお、ほんまフィルターや。ほんとだ。で、音質もすごくいい。ノイキャンもしっかりついてるし。ヘッドホンなんだ。ヘッドホン。用途はヘッドホンなんだけど、プラスアルファはこれ外してもいけるし、こう外れるから。その使い方もできるんだよ。そう、普通にヘッドホンとしても使えるし、ちょっと、ほら、みたいな。すごすぎん？自分やったら何する？もうこのキャラとして。結構ダイソンマンっぽい。ダイソンマン、まあ確かにダイソンマン。自分やつね。結構僕今大混乱してますけど。ラッパーじゃん。確かにね。
いろいろあったと思うけど、詳細をね、一個も言ってない。確かに。お店の詳細とかさ、教えてもらえたら助かるなと思うけど、いけるいける。いける。ごめんね、ごめんね、ごめんね。頑張る。はい、でお店が、ここがビームス原宿アネックスって、はい、ちょっという店舗のお名前になってまして、はい、ビームス原宿店っていうのがこの右隣に、2個隣に、うん、まあ、ビームスの本店、一番最初にスタートしたお店があって、ビームス原宿店の別館で原宿アネックスというお店の名前になって、でそこの中でやってるのがこのフューチャーアーカイブ、あ、なるほどね、さっきまで紹介してた、はいはいはい、オリジナルの営業時間は13時オープンの20時クローズ、うん、それはもう連日やな、連日土日祝日変わらん、うん、全然変わらずずっと13時オープンで20時クローズで、まあ、明治神宮か原宿って感じだもん、お車の方は調べてもらってという感じかな、そういう感じだね。めちゃめちゃ申し訳ないんやけど、うん、さっきさ、飯行こうって言ってたやんか、うん、間違えちゃって店、マジでほんまに申し訳ない、ほんまにね、隣やって店が、おーい、中華食いたいって言ってたやんか、中華食べたい、ほんまにエビマヨ食べたいもん、いやいや、もう申し訳ない、行きました、マジで、すいません、中華行こう、間違えちゃったあ、間違えちゃった、ほんとにごめんなさい、すいません、2時間もいたのに、ほんとに続きました、仲裁だと思ってた久々だったんで、はい、ちょっとノールックで関節視野で入っちゃったんですよ、ほんまにすいません、こっちの方、そうだね、あそこ、あそこのね、ほんまに水餃子だね、軽くバッシングだけしといて、わかりました、続きます